はい、どうも皆さんこんにちは。今日は陣内と聖書研究とお送りいたします。今日のタイトルは主にある指導者の資質、気長に待てることという、そういったタイトルでございます。第一サムエル記13章11節です。サムエルは言った。これですね、ちょっと言います。新改訳第3番かもしれないんで、ちょっと2017の方を読みますね。サムエルは言った。あなたは何ということをしたのか。サウルは答えた。兵たちが私から離れて散っていこうとしていて、またペリシテ人がミクマスに集まっていたのに、あなたが毎年の礼祭に来ていないのを見たからです、ということですね。で、ここってですね、実はすごい有名な箇所で、まあ実はですね、そのサウルという王様のその人生のね、一つの大きなターニングポイントがここにあるんですね。いや、サウル王ですね、前回の動画ではそのサウル王って本当に素晴らしい王様だったじゃないですか。で、本当に機転が利くし、ね、賢い判断をし、で、自分に反対して王位継承の時に、ね、文句言ってた人も包摂していくような懐の深さがある素晴らしい王様だったんです。そのサウルがですね、その大きく道を外し始めるのがこの事件なんですよ。で、どういう事件かと申しますと、まあ、サウルはですね、数的に圧倒的な優位に立つペリシテの軍隊と今度は対峙するんですね。で、民は自分たちの劣勢を知っていて、状況は非常に悪かったんです。で、8節によれば、サムエルが定めた日によって7日間待ったけれども、サムエルはギルガルに来なかったとあるから、何らかの事情によってサムエルの到着が遅れたと考えられる。8節ですね。サウルはサムエルがいることになっている礼祭まで7日間待ったが、サムエルはギルガルに来なかった。それで兵たちはサウルから離れて散っていこうとしたと。で、ここからがですね、非常に重要で、ここでサウルは2つのね、まあ、決断をその迫られるわけですよ。それは何かというと、そのサムエルが来るまで待って、祭司であるサムエルに生贄を捧げる儀式を執り行ってもらうということです。で、それってまあレビ記とかですね、そのモーセ5章を読めばですね、それは主の命令に従うことなんですよ。で、サウルはそれを知っています。で、それを知っていることも、まあ、後のサムエルの叱責によって分かるわけですよ。あなた知ってたでしょ、でもそのね、主の律法を破ってまでこれをしたよねっていうふうにサムエルはサウルに指摘します。で、もう一つのチョイスは何かというと、サムエルが来るのを待たず、祭司でない自分が生贄を捧げることによって民の求心力を取り戻し、去ろうとしている兵士たちを鼓舞することでその場をしのぐという、なのでそのサムエルを待つね、ちょっと多少兵士は去っていくかもしれないが、それでも主の律法に従ってサムエルが、祭司であるサムエルが来るのを待つという第一オプションと、もうここでもう俺祭司じゃないけど、ちょっともう儀式をやっちゃうことで去っていく兵士を最小限にするんだという2つのオプションがあるうちの、サウルはですね、後者を選んでしまったんですね。で、それは神の御心に反することだったんです。で、この失策により主の主権、王権は彼から離れたんですよ。14節ですね、しかし今やあなたの王国は立たないと。主は自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。主があなたに命じられたことをあなたが守らなかったからだ。このその人っていうのは取り戻さずダビデのことですね。もしこの失敗がなかったらですよ、逆に言えば実はダビデの位置にはサウルの息子であるところのヨナタンがついてたかもしれないみたいな歴史のイフがある、そういう重要な転轍点なんですね。でね、この失敗って実は聖書の中にめちゃくちゃよく似た失敗があります。それですね、出エジプト記です。これね、アロンの失敗とめちゃくちゃよく似てるんですよ。はい、同じような失策を、ね、演じた人物として旧約聖書の中にアロンがいるんですね。で、アロンって何したかというと、モーセがですよ、シナイ山に登って、ね、石板を受け取る、実戒が書いた石板を受け取る40日の間に、ね、民の圧力に屈したんですよ。つまりこのモーセがいなくなったじゃんかっつって、で、モーセは40日ね、俺は今からそのシナイ山に登って神から律法を受け取ってくるので民たちよと、その間はアロンが私の代わりに成り代わってですね、リーダーになるから、
ね、そのアロンの指示に従うようにみたいなことを言ってた。でそうすると全然帰ってこない。40日待てなかったんですよ、民はね。でアロンに対して、もうなんかモーセがいなくなっちゃったからどうしてくれんだよと、俺たちもうエジプトにいた方が全然良かったんですけど、マジ帰りたいんですけどみたいなことを言い出しました。でそれに対してアロンはすごい動揺して、あ、このままではもうこのね民が空中分解してしまうと思って、彼は何をしたかというと、ね、民にの人たちにイヤリングとかネックレスとか金でできたものを全部持ってきなさいっつって、でそれを溶鉱炉に溶かしてですね、金の子牛を作りました。そしてそれ今金の子牛、これがモーセの代わりの神ですとかって言って、で民もハハーとかって言って拝んで、やったー、これで我々には金の子牛という神ができたんだーなんつって、本当にこれ起きたことは僕作ってないですからね作りじゃないですからね、これね、マジっすからマジで。でモーセが40日たたきにしないさんから降りた時に、もうそういう偶像の周りで踊ってる光景を見て、もうモーセブチ切れですよ、本当に。でもうブチ切れたあまり、今たった今もらってきた聖なる石板を割ったんですから、そういうですね、もう大事件が起きたんです。でこのサウルの勝手に生贄をね捧げたっていう、サムエルが来るのを待たずに生贄を捧げた、つまりやるべきでない宗教的行為をしたことですね、サウルの罪というで、アロンの罪というのは、まあ、作るべきでない偶像を作ったということですね。で2人とも共通してるんですよ、2人ともに共通してるのは、不安だったから待つことができなかったんです。で不安だったので越権行為をしたというところまで同じなんです。つまりその場をしのぐための特別ルールを勝手に設定してしまったんです、サウルもアロンもどちらとも。で実はですね、リーダーにね最も大切なことの一つに、実は待てることっていうのが僕はあると思ったんですね。そして二つ目は、追い詰められてもルールを曲げないこと、これも大事な、こう主にあるリーダーにとっては大事なことだというのが、まあサウルとそしてアロンの失敗からわかるわけです。でもしかしたらですよ、現代のビジネス書とか自己啓発書ならばですね、サウルの取った方法は称賛されるかもしれないんですよ。つまりまあ今の時代って変化が激しい時代だから、柔軟に対応しようぜみたいなことって、まあ今ビジネス書ね、どれでもいいから、開いてみたら大体書いてあります。でまあ座して死を待つのではなくて、臨機応変に主体性を発揮したわけじゃないですか、サウルにしてもアロンにしてもね、先手必勝ですよ、そして早い決断ですよ。で生き馬の目を抜くような世界、ビジネス界では柔軟な対応力と敏速な決断が必要なんだと、だからサウルをしたことは正しいとビジネス書は言うかもしれない。だけど主にあるリーダーとこの世のリーダーは原則を異にするんですよ、原則が異なるんですね。この世のリーダーは急ぎます、でも主にあるリーダーは待つことができます。この世のリーダーはルールを改変してでも対応します、でも主にあるリーダーは損をしてでもルール、つまり原理原則を誇示します。ビジネス社会ではもしかしたら主にあるリーダーは勝てないかもしれません。しかしそれでいいと思うんですよ。なぜなら主にある働きはビジネスの成功じゃなくて神の栄光が現れることだからですよ。なんで皆さん、実はですね、主にある指導者とこの世の指導者って資質が違うんです。でこの世のルール自体がね、その、原理原則を曲げるみたいなことを平気でできる人の方が勝つような世の中にもなってたりとか、ね、中身はないけど声だけでかい人がリーダーになれたりとか、まあ、そんなクソみたいな社会に我々生きていますけど、でもそのクソ社会で成功したからって何なんですかと僕は言いたい。そうではなくて大事なのは主の栄光が現れることですよね。だとしたら待てることがすごい大事だし、また原理原則にどこまでも忠実であることが非常に重要になってくるかと思います。そんなわけで今日は主にある指導者の資質、気長に待てることということでお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。